皆さんこんにちは。瞑想中のチャンネル赤俣影湯でございます。今回はですね、姉又とともにうなぎの会でございます。姉又は訳あってうなぎを定期的に食べております。今回はですね、妻木川に面したこちらのお店ミラクさんでひつまぶしをいただきたいと思います。お店の中はこんな感じ。畳敷きなんですけれども、テーブル席になっております。座敷ですとずっと座ってると腰が痛くなるっていう人も多いと思うんですけども、まあ私なんですけどね、こういうテーブル席ありがたいです。さあ姉又はですね、今メニューを真剣に見ております。こちらがメニューですね。ひつまぶしの種類がかなり豊富ですね。二色ひつまぶしっていうのもあります。そして定番のうな重、うな丼、長焼き定食などというのもありますね。そしてうな玉重、多分分厚いだし巻き卵が一緒に出てくるやつだと思います。定番のひつまぶしの食べ方説明ですね。さあここでですね、定番の姉又のうさぎでございます。このうさぎどのように出現するのか、毎回パターンが違うそうです。そのパターンに何か意味があるのか、姉又なりにですね、何やら演出を工夫しているようでございます。こちらはですね、テーブルに用意されていた山椒ですね。シンプルに山椒だけっていうことなんですが、山椒好きの私にはこれで十分でございます。そうこうするうちにやってまいりました。こちらがひつまぶしです。おひつを開けると見せかけて、まずはお吸い物ですね。これは肝水になっていますね。そしてこちらがひつまぶしのおひつですけれども、これはうなぎが1匹半分ぐらい入ってるんですかね。うなぎの部分が二重になっているので、かなりの量が入っております。そしてあの土瓶のようなものはですね、うな茶漬けを作る時のだし汁ですね。さあこれをお茶碗によそって食べ始めるわけですけれども、かなりザックザックとしゃもじを入れております。一番最初が難しい。この時にですね、うなぎあるいはご飯を外にこぼしてしまう事故がですね、東海地方では多発しておりますので注意してください。こんな感じですね。では次は私でございます。やはりこれをお茶碗によそっていくわけなんですけどね、一番最初が一番難しいんですよ。うなぎを切っている線に沿ってしゃもじを入れて持ち上げていきます。あ、今回うまくいきそうですね。このひつまぶしをうまくよそれるかどうかで吉凶を占うというひつまぶし占い、今回は大吉でございます。この小さいお茶碗ですとね、4杯分以上の量がありそうですね。これはすごい量です。まあひつまぶしっていうのは大体量が多いんですけどね、私はたまにご飯少なめで注文することがあるんですけれども、今回はですね、ご飯少なめにしていませんので、かなりの量になっております。ではいただきたいと思います。ひつまぶしはですね、少しずつ茶碗によそって食べるので、茶碗に移すときにですね、ご飯の量とうなぎの量のバランスを間違えないようにするのが注意点ですね。最初にうなぎばっかり食べちゃうと、後半でほとんどうなぎがいなくなるという事故が東海地方では多発しております。これはですね、ごぼうを煮たものだと思うんですけど、結構美味しかったですね。ではひつまぶし動画は時間が長くなってしまいますので、この辺でミュージックスタートです。私はですね、ひつまぶしを食べるときは1杯目はですね、そのまま食べるか、半分ぐらい食べてから山椒を大量ぶっかけして食べることが多いです。姉又はですね、山椒あんまり使わないんですけども、私はですね、山椒とうなぎの相性最高だと思ってるので結構多用しますね。この日はですね、ひつまぶしのこの量がですね、結構多いので、まあ 4、5 杯食べるという計算で、1杯目はですね、そのままいただきました。タレはですね、やや甘めのスタンダードな味わいです。うなぎのタレといえばこういう感じだなっていう、ザ・うなぎのタレ。
一番普通の味わいだと思います。さあ2杯目はですね、山椒を使っていきます。最初から粉にひいている山椒はですね、多めにかけていきます。どうしても時間が経つと風味が飛んでしまうので、たくさん使わないと山椒のあの風味がですね、ちょっと足りないんですよね。まあ私はもう山椒中毒なんで多めにいきます。うなぎはですね、脂が強くてこってりしているので山椒とすごく合うんですよね。これが淡白な魚とかですとね、山椒は強すぎちゃうんですけども、うなぎのこのこってりした味わいと山椒が合わさるとですね、これはもう天国的な味わいと言っていいと思います。そして山椒の後のこのお吸い物っていうのがですね、独特の味がするんですよね。これは人によって感じ方違うと思うんですけども、山椒には独特のあのしびれ感があるじゃないですか。ですけども、それを感じた後にお吸い物をいただくとですね、これがなんていうかな、その塩味のような味に変わるんですよね。これが私好きなんですよ。ということで、うなぎとこの山椒の組み合わせっていうのはですね、お吸い物ありきなのかなって思っております。茶碗が小ぶりなのでどんどん食べ進めてしまいますね。こうしてみるとご飯にはかなりタレが染み込んでおりますね。この辺がですね、また姉又と私の意見の違うところなんですけれども、姉又は白い部分が多い方が好みなんですよ。私は味が濃いのが好きなので、こういうのも大好きです。そしてひつまぶしの定番トッピング、刻み海苔を加えて食べていきます。まあこれは本来はですね、うな茶漬けのために用意されてるんじゃないかと思うんですけれども、おっとここでうなぎをこぼしてしまいました。ひつまぶしはですね、こういう事故が起こりがちなんですよね。まあでもこのぐらいの事故ですと免停まではいきません。もちろんこぼしたうなぎは胃袋の中にレッカー移動でございます。海苔の風味とうなぎっていうのも非常によく合いますね。次はこちらの漬物なんですけども、うなぎのお店でよく出てくるのが奈良漬けなんですけども、このお店は奈良漬けではなかったですね。私はですね、奈良漬けって味がすごく濃いので、うなぎとは合わないと常々思っているんで、このお店はそのあたり工夫されてるなと思いました。私はですね、うなぎと合うのは本当に浅く漬けたぬか漬けじゃないかなと思うんですけれども、このお店の漬物もですね、それほど濃い味じゃなかったので、うなぎのお供として非常に良かったんじゃないかと思っております。ひつまぶしっていうのはですね、大体どこで食べてもまずいってことはないんですね。たまにですけども、ハズレのうなぎに当たることはあるんですけれども、うなぎそのものは大体どこで食べてもそれなりに美味しいわけです。なので漬物とかお吸い物とか、その辺でお店ごとの差が出てくるのかなって思うんですね。奈良漬けではなくて自家製のぬか漬けなんかが出てくるとですね、このお店は隅々まで配慮が行き届いてるなって思ってですね、嬉しくなっちゃいます。さあそして残り少なくなってまいりましたが、またご飯をよそっていきます。今回はですね、うなぎとご飯のバランスうまく取れてます。最後までうなぎの切り身が残ってますね。ひつまぶし初心者の頃はですね、最初にうなぎだけを食べて、終盤では漬物でご飯を食べるなんてこともやってましたけれども、最近はその辺注意しております。終盤はですね、もういろいろなトッピングを組み合わせてですね、自分なりの創意工夫で食べていきます。もうこの辺りまで来るとですね、食べ方は自由でございます。様々なトッピングを合わせてですね、自分なりの味を作っていくのがですね、ひつまぶしの醍醐味の一つになっております。さあこれで最後になりました。おひつのご飯とうなぎをですね、すべて茶碗に移していきます。しゃもじについたこのご飯、一粒残らず茶碗に移していきます。米粒一つ残さない、これがですね、私のスタイルです。そしてここでちょっとと整えておいてですね、うな茶漬けの準備に入ります。まず残しておいた海苔をすべて投入でございます。そしてですね、刻みネギですね、これもすべて移していきます。彩りが綺麗になってまいります。そしてわさび、これもですね、もう全部いっちゃいましょう。さあ全部移し終えました。
あとはですね、ここにうな茶漬けのだしを加えていきます。スタンバイできました。わさびを溶かすように注いでから、あとはですね、全体にかけ流していきます。うな茶漬けが完成いたしました。これでございます。これが最後にあるので、ご飯の量が非常に多いんですけれども、さらっと食べちゃうんですよね。このうな茶漬けがなかったらですね、これだけのご飯をですね、すべて食べきるのは結構大変だと思います。ですけども最後これで流し込むんで、満腹中枢に連絡が届く前にですね、すべてが胃袋の中に収まってしまうんですよ。ただしですね、時間差で満腹中枢にレッドラインを超えてますという連絡が来ますので、食べてからしばらくするとですね、ちょっと苦しいぐらい満腹になるという事故が東海地方では多発しておりますので、その辺はご注意ください。最初の量を見て、これは自分には多すぎるなと思った方はですね、注文する際にご飯少なめで注文することをお勧めいたします。今回のひつまぶしはうな茶漬けでフィニッシュさせていただきました。では最後に姉股のパフォーマンスを見ていただきたいと思います。ということで今回の動画はここまでです。また次回の動画でお会いしましょう。それまで皆さん、ごきげんよう。